大山レンゲは木蓮科の落葉樹で、奈良県の大峰山などに自生しています。平地であまり見ることができませんが、蓮蔵寺では毎年30年前に植えられてから白くて清楚な花を咲かせています。今年は今月初旬から見ごろを迎え、例年よりも多くの花が咲き揃ったということで、山田清流住職は毎朝境内に広がる甘い香りとともに花を楽しんでほしいと話していました。蓮蔵寺の大山蓮華は今月いっぱい楽しめそうです。